こんにちは。この動画は以前ご紹介したプリウスで車中泊をするときはコットが便利だという動画の続編になります。今回ご紹介するのはプリウスのトランクの中でコットを組み立てる方法です。ここでご紹介するコットはサーマレストのコットに似ている中華のコットになります。サーマレストのコットは他のコットよりもサイズが一回り小さくてコンパクトに収まるので車中泊の時にはすごく便利だと思います。コットの組み立て方ですが、サーマレストの公式で紹介しているのは地面にコットを置いて足で踏んで組み立てる方式になります。でこれだと、すごい力がいらないで簡単に組み立てられるんですけれども、雨が降った場合なんかにすごい汚れたりして拭くのが大変だったりするので、車のトランクで組み立てる方法をご紹介します。組み立てる時に重要なのはトランクの縁のところをうまく使うことですね。トランクの内側に段差があるので縁のところをうまく使わないと、コットがずれたりしてうまく組み立てられないので注意してください。足を取り付ける場合には真ん中を持って、この弓なりにしなるように力を入れて組み立てていきます。体重を支えるところは2本のつっかえ棒を、こう真ん中でひねるようにして組み付けていきます。組み付ける時のコツはこの足の輪っかを持って押し込みつつ手首で、ドアノブを回すようにひねるとうまくいきます。ここでひねって、ここでひねります。足をつかみながら、右手は真ん中の弓を持ち上げます。左手で押し込みながら掴んで入りましたね。完成するとこんな感じになります。コットのシートをずらして棒が椅子の脇から出るようにすると邪魔にならずにきれいに収まります。リアシートとセンターコンソールの間に板なんかを渡してやるとコットの足がうまく収まります。
分解するときは一番真ん中を上に引っ張るような感じで力を入れていくとうまく分解できます。この時も横の足のところは、ドアノブを回すようにしつつ押し込みながら外します。これも前後で互い違いに外していった方が楽に外せると思います。どうでしたでしょうか。この地面とか濡れてたりするとコットが汚れる場合も多かったりするので、この車のトランクでコットを組み立てる方法、ぜひお試しになってください。ご視聴ありがとうございました。